春山修雄は日本の医師、脳内革命の著者として知られている。東京大学医学博士、京都府出身。実家は東洋医学の医科であり、幼少より新級や指圧の修行をしたと言われている。1966年に東京大学医学部を卒業。1981年相談官末端筋の運動に関する研究で、 東京大学より医学博士の学位を授与される。東京帝心病院外科、東京都教職員組合後除外さん、学病院外科課長を経て、1987年に神奈川県山都市に田園都市厚生病院を開設し院長となる。同院では、西洋医学と東洋医学を融合した治療、健康指導を実践、その独特の医療観をもとに1995年に、 脳内革命を出版410万部を売り上げるベストセラーとなる。この脳内革命で得た利益をもとに1996年4月、総事業費50億円を投じて東京都新宿区に健康テーマパークと銘打ったザマホロバクラブを開業。和風高級人間ドックとして営業したが数年で閉鎖に追い込まれている。1998年には 東京国税局から約6億5000万円の所得隠しを指摘された。また1997年には週刊文春に12回にわたる連載記事が掲載されている。この連載記事で名誉を傷つけられたとして発行元の文芸春秋などを相手に計9億1960万円の損害賠償を求めた訴訟を起こしている。一審東京地裁判決は 大半の記述について名誉毀損が成立すると判断。個人攻撃の趣旨が色濃く公益性はないとして違法性を認め、文芸春秋側に計660万円の支払いと謝罪広告掲載を命じた。これに対し文芸春秋側が控訴していたが、2005年9月21日、東京高裁で和解が成立した。二千五年度末までに同志に無料で、 神奈川県内の健康増進施設の広告記事を掲載するというのが和解条件であった。2006年12月26日に春山個人が不債約18億円、関連する六法人が不災約81億円で破産、田園都市厚生病院も閉院となり、2008年4月から医療法人社団力や会中央林幹力や病院となった後、 2010年8月1日より医療法人社団力屋会緑や、リハビリテーション病院となる。その後2008年3月1日に春山茂雄クリニックを開設し院長になっている。2008年9月24日株式会社予防医学研究所設立同社顧問医員就任。また日本医師会認定産業医厚生労働省 THP 健康測定医。 人間ドック認定指定位。また、2010年1月渋谷区エビスにエビス、ブエナビスタクリニックを開設する。ありがとうございます。